よし、行け。ここだ、エレナ。秘密の入り口だ、シャングリラの。わからない。俺もそうだ。もう壁を登るのは疲れたわ。とにかく探せ。どこかにヒントがあるはずだ。本当にこれなの？絶対ある。何か見落としてる。それだ。何？見てろ。こちら行ったぞ。ああ、またあいつかよ。ちょっとどうするの？後ろにいろ。この向こうだ。銃を捨てろ。捨てろ。近寄るな。やはり貴様はこの手で殺しておくべきだったか。二度と同じ過ちは犯さんぞ。下がって。おう、引き金を引いてみろ。死ぬのはお前だ。さあ、シャングリラへ案内してもらおうか。おととい来やがれ。歴史は学んだかな、ドレイク君。本ぐらい読んでる。チンギス・ハン、ヒトラー、スターリン、ポルポト、全員が偉大な男だ。なぜああなれたかわかるか？聞いてやるから話せ。凡人にはできないこともする気概が彼らにはあった。同情など敵だ。情けに殺されるのだ。さあ、まだこの私を試すつもりか。銃を捨てろ。下ろせ。向こうへ蹴れ。そう、これが私の気概。君の気概を見せてもらおう。私たちを殺しても無駄よ。こいつは価値がある。だが君は手を出したら何も話さないぞ。つまりお互いに手詰まりか。私が手駒を増やしたらどうだ。女を連れてこい。おお、ちょっと触らないで。こいつは学習してもらうための、こいつは協力してもらうための女だ。どうする。バカバカしい。こんな手に乗っちゃダメ。案内が必要なら二人を逃がして。貴様と交渉するつもりはない。どっちを犠牲にして、どっちを助ける。こいつか、こいつを守るか、それともこっちか。分かったよ、クソったれ。大げさな芝居しやがって。言う通りにしてやるよ。すんなって。おい、ゴマすり野郎、ライターを貸せ。なんだこれは。知りませんよ。向こうへ行けるよう何とかしろ。そいつも連れて行け。今回は役に立つかもしれん。いいか、ドレイク君。
妙な気は起こすなよ。行けよ。この裏切り者の最低野郎が。俺を試してんのか、ドレイク。俺を待て、銃を持ってるからな。ラザレビッチがよくお前を任せておいたな。持ち上げてくれ、相棒。あのさ、よし、いいぞ。ああ、見てみろ、すぐそこだ。なんだ。いや、おい、悪いな。何、邪魔か。面白がってくれて光栄だぜ。おい、待ってくれ。悪かった。最高だ。おお、だから俺を信用しろって、よし、ほら大丈夫だ、行けよ、お前から。俺を試してんのか、ドレイク。この先行き止まりじゃないだろうな。この先だ。その腹じゃとてもそこを通れないだろう。一緒に押してくれ。あ、じゃあ。オッケー、チームワークだ。まるで昔みたいだよな。な、どうやってカートをそこに動かした。とにかく今は上へ登らないと。まるでストーンヘンジみたいだ。いや、押すのを手伝え。ほら、お嬢ちゃん、よいしょっと。お前のママの像だ。ああ、見ろ、お前のエゴの等身大の像だ。自分の力で飛ぶんだな。俺は絶対に助けないぜ。お前ができるなら俺も助けろ、助けろ。よし、ドアを開けてみよう。よく言われるが、ドアの向こうはまたドアだ。 OK。 で、何をするんだ。何をすりゃいい。ここで待ってろ。いつも通り俺に任せておけ。やるか。待て。なんだ。あのマーク、あのマーク知ってる。手帳では小さいのにこんなでかいのか。床から出てきてるあれは何だ。ほら、たまには役に立て。
いてるのか。なんだこれ。水の音じゃないか。こいつら一体何だ。マジか。カカシだ。侵入者を脅かすための番人だ。そうか、マジでビビらせやがって。ラザレビッチ、言う通りにした。二人を話せ。また交渉か。だが最後の切り札もなくなっただろう。お前もここまでみたいだな。いやいやいや、まだだ。こいつにはシャングリラを見てもらう。私に取られたと悔やみつつ死んでもらおう。門を開けろ。さて、お前は長いこと私の目の上のタンコブだった。膝をつけ。おっとっとっと、お待ちを。約束は。裏切り者は許さん。なるほど。実際どこに石があるか知ってて俺は用なしってわけですか。どうも。膝をつけ。攻撃してきたぞ。何事だ。そこら中にいる。助けろ、アウレイ。撃て、バカどもだ。くそ、何なんだ。こま、逃げて。撃ち、世界は気にしてないの。下手に首を突っ込めばその首を失うだけ。お前もラザレビッチを倒したいって言った。そうよ、誰よりもあいつにギャフンと言わせたい。